はい、どうも皆さんこんにちは、ツンツンです。今日なんですけれども、ブルーアイズ紹介していきたいと思います。まあ、ブルーアイズといってもラッシュのブルーアイズなんですけれども、今回新しいスキル、こちらですね、青眼竜ふんちゃらかんちゃらみたいなのが来てますので、こちらのですねデッキ紹介していきたいと思います。それでなんですけれども、このスキルを使うとまあどういう効果があるかっていうと、まあ言うとカイバーマンを、手札のカイバーマン見せることによって2ターン目以降なんですが、このブルーアイズ、ブライトドラゴンっていうのをデッキから手札に加えることっていうのができるんですね。なんでカイバーマンが一番初動になるっていうわけでございます。で、このブライトドラゴンっていうのはどういうモンスターかっていうと、ですね、一番上のデッキの一番上のカード墓地を送って500ポイント打点が上がるっていう効果があります。さらにブルーアイズが場にいると、こいつはですね、1枚相手の表側表示モンスターを選んで破壊するってことができるようになるんですよ。なので、まあ、相手に守備守備守備みたいなのがされちゃうと弱点なんですけれども、表側表示のモンスターがいるのであれば、このブライトドラゴンで、かなりアドを取れるっていう風な感じなんですよね。なんで表側表示のモンスターがいないとき、裏守備ばっかりで、盤面作られちゃうとしんどいので、僕は今回は死者への手向けをレジェンドカードの魔法カードで入れております。そうすることによって 裏のモンスターを破壊してから動ける。で、さらにトルネを採用することによって、裏守備のモンスターを無理やり表側にすることができるっていう風な効果があります。じゃあ実際の回し方に関してだったりだとか、細かいこの下級の効果とかに関してはリプレイ解説で紹介した方がいいと思うので、早速リプレイ見ていきたいと思います。はい、まずはですね、基本的な動き、上級のあのエースモンスターたちの効果について把握していきたいと思います。まずこちら先行でございますね。で、ハンドはこんな感じでございます。で、相手のデッキによるんですけれども、ガメる場合もあれば、こうやってモンスターセットで、ブライトドラゴンを出す場合もあります。ブライトドラゴンっていうのは守備力が2500あるので、相手のデッキによっては結構この2500の守備が重かったりっていうのもあるんですよね。で、今回はこんな感じで相手盤面作ってきて、16なんで殴れずターンエンドっていう風な感じになります。で、これがですね、下流の熱戦っていうのが、ドラゴン族がいるときに、相手の魔法トラップを破壊することができるので、これでバンバーンって、する感じですね。で、1枚2枚出して、ここでブルーアイズ出します。こうすることによってブルーアイズがいる状態で効果使えたので、1枚墓地に送って、相手モンスターを破壊しながら500の打点アップがあるんですよね。なんで3000-3000でこれでリーサルに届くっていうのがこのデッキの強いところであります。はい、では先ほどまででですね、まあやりたいこと、上級エースモンスターのを使ってのやりたいことっていうのを紹介させていただいたので、こっからは下級をですね、紹介していきたいと思います。で、下級の中でですね、やはり一番強いなーっていう風に感じるのはソウルドレイクだっけ、ソウルドレイクだっけ、なんかそんな感じの、ドラゴン族のモンスターがいるんですけれども、そいつですね、この後紹介していきたいと思います。まず、ハンドなんですけれども、高校天使エッセル、これはですね、5手1でめちゃくちゃ強いモンスターです。デッキの上からカード2枚落として、高校1ターン目だったらお互いの墓地のモンスター1体をパクることができます。なんでめっちゃ強いです。で、ジャスティスドラゴンはドラゴン族2枚をデッキに戻すことによって、自身をですね、ドラゴン族をアドバンス召喚するとき2体分に変えることができるっていうモンスターですね。はい、1枚で、2体分のコストを準備できるモンスターなので、そこが強いと思いきや、まあこいつ自身もレベル5なので実質、2枚使ってるんだよね。まあスキルのコストっていうのと、スキルの状況を満たすための、あとは墓地のリソース回復、この2つの意味でこのモンスターっていうのは採用されてるっていう感じなんですよね。ね、ジャスティスドラゴン2枚とかっていうのも試したりとかしたんだけれども、個人的には1でいいかなっていうのは思っていて、まあ理由としてはですね、このデッキの弱点って守備モンスターを並べられちゃった時にダメージカットができなくなるんですよね。そこを賄えるのがトルネなので、トルネは非常に強いなっていうふうに思ってます。で、カイバーマンはほんままんまカイバーマンです。自分自身を墓地に送って、手札からブルーアイズを特殊召喚で、効果を使って2枚墓地に送って500ずつ打点を上げていきます。グレイモヤ打たれて、ザバリアでライフカットされるんですが、別に問題ないですね。
ただ、ライフ3100しかなくて、モンスター1体しかいないので、ちょっと盤面的には怪しいです。怪しいんですが、相手が反動そんな強くなくて、このまま、耐えることができました。では、こっからなんですけれども、スキルを使ってカイバーマン見せて、エッセルをデッキに戻して、こいつブライトドラゴン取ってきます。で、ここ。このソウルドレイクの効果。表側表示の効果モンスター、レベル4以下を2枚墓地に送って、墓地からブルーアイズ出せるんですよ、つまりは。で、これでブルーアイズ出してきて、で、カイバーマン効果で手札からもブルーアイズ出して、で、効果発動、ブライトドラゴンの効果を使って、ブルーアイズが場にいるので1枚破壊。で、このまま殴って、盤面を取っていきます。で、この次なんですが、はい、右手に盾を左手に剣を。これ使われてもね、こいつら守備も高いので、2-5にしかならないのがめちゃくちゃ強いんですよね。で、また盤面モンスター1体残りました。で、ここでソウルドレイク。もう一回ブルーアイズ蘇生することができます、これで。そしたら相手が、ライフ足りなくなるので、GG という風な感じになります。というわけで、今の試合はまあ、ソウルドレイク強えっていう風な、あれですね。になります。では、次のリプレイやっていきたいと思います。はい、またこちら先行となります。ハンドはこんな感じでございます。まあ、下流の熱戦は引いてて、タヌケも引いてるんですけれども、これちょっと逆にモンスター引かなすぎだね。トルネ1枚セットしてターンエンドって感じです。そしたら相手もこんな感じで、攻めることができなかったので助かりましたね。で、ここ、なんでトルネが偉いかっていうと、この時に1枚表にできるんですよ。で、ここもしブルーアイズが絡んでいたら、ここ破壊できるじゃん。で、ライフカット取りにすることができるので、めっちゃ強いって感じです。下流の熱戦使って2枚潰して、殴ってって感じです。で、これは1枚しか落とさなかったのは、まあ別に、その、ここを打点上げたところで、しょうがないしってことで、っていう感じですね。で、またタムケ撃たれて、ブライトドラゴン潰されるんですが、別にセットへ出されても関係ないですね。トルネで表にするので。で、トルネで表にしたので、で、この後、ジャスティスドラゴンでリソース回復しながら2体分のコストにしていって、ブルーアイズを出します。そうすることによって、ここを破壊することができるんですよね。なんで、タムケがなかったとしても、トルネがいれば、こういう風に盤面を取って制圧することができるので、まあ個人的にはトルネめっちゃ強いって感じはしました。で、トルネで賄えない分を試合の手向けで、フォローしていくっていう感じだね。なので、デッキ的には、まあジャスティスドラゴン1のトルネ2だったかなに落ち着きました。では、最後一戦やっていきたいと思います。ハンドはこんな感じですね。で、なかなかちょっと難しいのが、返し用のリソースっていうのを残しておかないといけないので、今回は無力化引いているのもあって、展開をね、フルでするの難しいですね。はしないとこうかなと思ってました。で、高校天使エッセルの効果で墓地肥やしてもいいんだけど、相手に高校天使エッセルをご定時で使われちゃうと、パクられちゃうんですよ。なんでそこが危惧されるところなんですけれども、今回ソウルドレイクいるので、でかいモンスター落ちたらソウルドレイクで蘇生させようと思ってこうしてます。で、今回じゃあ落ちなかったので別にパクられて困るモンスターいないので OK って感じです。で、逆にセットアッパーを2枚落ちたのでアップセッター引ければ、次のターンに、動きやすくなるなーみたいな感じではあります。で、ヒステリックホースで相手はハーピーでしたね。で、これ殴ってくるんですが、まあ無力化はここで使うのもったいないなと思ってがめました。まあ別に4500だしっていう。で、墓地超えてるしっていうね。で、ここでアップセッター引いたので、アップセッターの効果発動。墓地からセットアッパー出すことができます。これアップセッターはセットアッパー出せますし、セットアッパーはアップセッター出せるしって感じなんだよね。で、この時に、自分フィールドに他のモンスターいたら効果使えないのと、レベル7以上しか殴れなくなるのが注意が必要です。ただ、こうすることによって盤面を作ることができて、ブライトドラゴン前繋がったと。で、ブライトドラゴンの効果でここを破壊して、殴りに行ったところグレーマヤ踏んでしまう。ただ、無力化あるのが強いって感じだよね。で、ハーピーからアッシーホースで回収入るんだけど、って感じ。モンスター効果かなを使って、2枚戻して打点を上げていきます。で、ここ無力化で、閉じていきます。
で、この後ですね、はい、またモンスター出してソウルドレイク出して、ソウルドレイク効果で墓地からブルーアイズ蘇生、めちゃくちゃ強い。でこのシエスタートレイロっていうのは一応3枚戻して裏締めにできるんですよ。裏締めにするっていう効果自体はめちゃくちゃ強いわけじゃないんですけど、カイバーマンとかも戻せるんだよね。で今回はコストでソウルドレイク全部落ちちゃってるので、ソウルドレイクを戻しました。で、このまま GG という風な感じになります。はい、というわけで、まあなんだろう、このデッキっていうのは結局その表側表示のモンスターを相手に出させて、で、破壊しつつライフカットしていくっていうのがコンセプトになるので、まあトルネだったりだとかタムケ、まあ別にタムケまではいらないかもしれないですけど、トルネはとりあえずキーになるかなと思います。で強いカードっていうのが、まあ、ソウルドレイク、カイバーマン、このあたりになるので、そこのリソース回復できるジャスティスドラゴンだったりだとかシエスタートレイロっていうのは、まあ個人的には相性はいいかなと思いました。で、高校天使エッセルの他に、あともう一枚今回、紹介できなかったのはこのボルトライコーンですね。これ分かりやすく言うと軍装で、こいつ以外のモンスターがいないときにデッキの上から1枚ポロンと落としたら、相手フィールドの、魔法トラップ1枚を、発動できなくさすことができるんですよね。なんでまあバック干渉として1枚採用しているっていう風な感じになります。というわけでいかがだったでしょうか。今日はブルーアイズ紹介させていただきました。参考になればぜひ高評価チャンネル登録よろしくお願いいたします。ではまた次の動画でお会いしましょう。ご覧いただきましてありがとうございました。